名神ハイウェイバスとは、名神高速道路及び、新名神高速道路を経由して、愛知県名古屋市と京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市を結ぶ、中高便の高速乗り合いバスである。正式名は、名神高速線。日本初の本格的な高速バス路線である。以前は、東名ハイウェイバスと同様、途中に多数の停留所が開設されていたが、 現在は、中間の停留所を大幅に縮小して、中京県警阪神間の都市間輸送に特化している。なおと記事では、途中まで、名神高速道路を経由して、いぶき山へ向かう路線を呼び、別系統として扱う名鉄観光バス大阪線、名古屋京都、大阪間を運行する、夜行便、青春大阪ドリーム、名古屋号についても記述する。 愛知県名古屋市中村区の名鉄バスセンター、名古屋駅から超特急便は、名古屋高速道路、東名阪自動車道、新名神高速道路、名神高速道路を、特急便は、名古屋高速道路、名神高速道路などをそれぞれ経由し、各始発地から乗車の場合は、座席指定制。途中バス停から乗車の場合は空席を利用する。 青春大阪ドリーム名古屋号はすべての乗車バス停から予約購入可能。JR 東海バス西日本 JR バス運行の中高便に限り周遊切符で乗車可能であった。国鉄時代には団体予約可能な便が設定されており、時刻表でもアロー表示で区別されていた。ただし、これは種別や便に対する愛称ではなく車両にも 特に、アローの表示はされていなかった。2020年時点では、国産の3車種が使用されている。国鉄バス時代には、国鉄専用形式を透明高速線と共に投入し、分割民営化後もしばらく運行していた。また、日本急行バスは、サロン席付きの車両や、ベンツ特急と少子一部の便で、 ダイムラーベンツ製の車両を使用したり、名阪近鉄高速バスで、中高専業では、珍しい三列シート車を投入したことがあるほか、会社設立60周年を記念して、軽半身を表現した三つ輪のデザインの塗装車があった。名阪近鉄バスの前身、日本高速バスも親会社だった、近畿日本鉄道の肝入りで、近畿車両が開発。 車体を仮装した専用車が投入されていた。現在の車両の特徴は以下の通り、ありがとうございます。